皆さん、これがスプラトゥーン3に出てくる新しいステージのナメロウ金属っていうステージなんですけど、なんか工業地帯らしくて、ちょっとチョウザメ造成に似てるとこもあるんですけど、まあ新しい、昔は海だったところでね、スプラトゥーンのバトルができるみたいなので、注目して見ていきたいと思うんですけども、まあ、一番気になるのはこのクレーンだよね。このクレーンが使えたら面白いと思うんだけど、さすがにこういうギミックはないのかな？まあ多分スプラトゥーンにはランダムギミックとかそういうの、まあ、出てきたとしてもミステリーゾーンとかフェスとかでできるステージなので、そんなランダム要素の ギミックはないと思うんですけど、まあでもなんかまたこういうの使えたら面白いですよね。やっぱちょっとスプラ3って汚いな。はい、間違えしました。縄張りバトルよろしくお願いします。コンブトラックですね。まあ、今回スプラトゥーンはスプラ3になって新しいステージいっぱい出るんですけど、このコンブトラックとか、まあそうだな、他のステージもバテラストリートとかも多分できると思うので、まあ、ちょっとね改良もされると俺は考えてるんだよね。少し変わって出てくると思うので、スペシャルとかいろいろね変わるんじゃないかなと。まあ変わるんでしょうね。新しいゲームになるからな。もう環境すべて変わるからね。面白そう。ちょっとマルチミサイルいっぱい撃っていくわ。最初にマルチミサイルいっぱい撃っちゃって、みんな結構塗らないでガツガツ行くタイプなので、こういう時はもう、ミサイルを溜めまくる。よし、3発目。開幕3発。これ気持ちいいよ。いいよ！ OK、出した出した。うわー、危ない。あ、ナイスナイス。なにこれ？ロボットボム見えなかったよ。やっぱ見えないよ、いつも。毎回ロボットボム見えないんだよ。3になったらもっと見やすいボムを出してください。お願いします、任天堂さん。俺みたいな。なんかほんとちっちゃいものが見えない。アリンコとか絶対見れないからな。街歩いてても。まあ、ただただ目悪いんですけど。よし、4発目。あ、こっち行っちゃおう。ちょっと塗る場所なくなってきたし、なんか敵入ってるな。いるね。危ない。ノバだ。あ、待って。なんか来てる。やばい。めっちゃ狙われてる。あ、引いたか？後ろ下がってたな。怖え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 。いや、なかなか味方も詰めてくれてる。ありがてえ。俺はマルチミサイル撃ちたい。俺はこういう時ミサイルを撃つ。あれ？なんかいるよね。あと一発なんだけど、クソ！あと一発当たらなかった。やべえ、今倒せたらな、スーパージャンプもやれて二人倒せてたんだけどな。残念無念だ。だがしかし、これは、あ、なんか当たってる。これ多分怒り忍者失敗したか。ちょっと見えてたね。いや、いいね、みんなグイグイ行くね。やれそう。オッケー、倒した。で、ミサイル撃ち込んで、はい、バレてるんだ、これ。これミサイルでバレてる。あ、ナイスナイス、味方ナイス。全然当たんなかった。よしよしよ、スプラ3。スプラ3の前にスプラ2を俺は全力で楽しむ。やっぱ新しいゲームも楽しみだ。あれ降りてきた？いや、いるだん。時々カーリングボムって敵に見えるよね。時々ね。未だに見える。ナイス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 。まだいる。オッケー、俺が持ってた。あと、上いるな。それか、これか。いや、一回撃ってから、絶対いるべ、ローラー。ほら、いた、ほら、隠れてた。ほら、俺にはわかる。これ、オッケー。ナイス。勝ったな。相手ピンチついてたね。いや、スリー、早くやりたいけど、スプラ2も、面白い。ありがとうございました。まあ、楽しめたでしょう。3が楽しみです。